ちょっと始めますか。あ、始まってますね、はい、始めますか。はい、お願いします。どうも、根本です。あ、佐野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたね。まあね、0回目ということで、ね、そうです、始まりましたけども、名前すら決まってないんですよ。うん、とりあえずそうラジオを、まあポッドキャストを、うん、撮りたいと。僕がそうです。そうですよ。あのね、これ違う、あのね、面白いのが何ですか今思ったんだけど、あ、はいはいはい、あの例えば、うん、まあ多分これからね、あの、うん、お話になると思うんだけど、あ、はい、実は自分の持ってる情報を発信したいとか、はい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 、そういう志じゃないじゃないですか、このラジオって。そうなんですよね。ポッドキャストを撮りたいっていう完全にこう、なんて言うんでしょうね、言うたらこれあれなんですよ、もう、うん、言葉あれですけど、もう根本の自己啓発なんですよ、これ。自己啓発なんだね。完全にそう、自己啓発なんだ。そうなんです、実は。なるほどね、はい、だからそう、今これ撮り始めて0回目なんですけど、うん、そう思ったのがね、例えばさ、ほら、帰国子女だったら英会話やる。あ、そうだね。そう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 。あるでしょ。あります、あります。このポッドキャスト違うんで。このポッドキャストはね、そういうのじゃない。そんなに、多分、完全に根本が撮りたいっていう、そう、もう、それだけ。根本が今週思ってることを、佐野に全部ぶちまけるだけの。伝えるっていう。そう。だからね、そうですよ、うん、だから展開が読めないっていう上では、はい、面白いかもしれない。じゃあちょっと自己紹介、自己紹介ですか。ゼロ回なんで、はい、していきますか、はい、ゼロ回、はい、そう、じゃあ、まあ、私からね、いきます。あ、根本と申します。はい、根本さんというんです、あなたは、ね、はい、根本です。はい、はい、サイコミというアプリでセーランのエースという作品を連載している漫画家です。趣味は最近料理ですね。なんでこんなマッチングアプリみたいなこと言ってるの。まあそんな感じです、うん、95年生まれの27歳です。はい、生まれは茨城って感じです。はい、はい、じゃあ佐野さん。はい、どうも、お相手いたします、佐野と申します。はい、あの僕も根本と同じですね、あの東京の茨城県は、うん、日立市っていうですね、そうです、最強の町があるわけなんですけども、うん、まあ、そこで、まあ、出会った中で僕も同じ茨城出身です。それでそうですね、まあ趣味はね、いろいろあるんですけど、まあ、最近は、まあ、カメラだったりだとか、あとゲームがすごい好きなので、うん、はい、ゲームやってますね、普段は。あとはなんだろうな、仕事は普通のサラリーマンをやってまして、うん、どっちかというと漫画家の彼よりも僕の方が皆さんにこう割とこう共感してもらえる話多いんじゃないかなと思ってますので。いや、そんなことないですよ。なんか別に下げるつもりなかったんだけど、根本下げるつもりなかったんだけど。あの、ちなみにこれ僕から言っていいんですか。あ、どうぞ。彼は、はい、あの日本で何位ですか。僕はね、あの日本で5番目にコーヒーを入れるのがうまい男なんですよ。日本で5番目にコーヒーを入れるのがうまい男です、うん、彼は。はい、微妙なね、順位と肩書きですけど。すごいことじゃないですか。そう、僕ね、コーヒーを入れるのがね、はい、多分そこら辺の人よりは多分めちゃくちゃうまいっすね、うん、それはすごいことですよ、うん、コーヒー好きですもん。そう、あ、コーヒーがすごい好き、うん、うん、ですね。いいことじゃないですか、まあ、うん、そんなバックグラウンドがありまして、はい、最近はね、僕あの Twitch の方でゲーム配信してるんですけども、うん、バロラントっていうですね、5対5のシューティングゲーム FPS ばっかりやってるんで、うんうん、はい、まあ、もしあのバロラント一緒にやりたいって方いたら、うん、あの言ってください、うん、はい、まあ、今後とも長い付き合いになると思いますよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、佐野さんでした。僕の自己紹介ちょっと長かったな。まあ大丈夫です、全然。何から話せばいいんですかね、これは、うん、なんで、まあちょっとまだタイトルも決まってないんですけど、うん、まあ、それは置いといて、うん、なんでこのポッドキャストをやっていくかですよね。その冒頭にも話しましたけども。そうよ、まあ言ったようにまあ僕の自己啓発ではあるんですけど、うん、やっぱりね、人と話す機会とか、うん、まあ、どうしても違う業種の人と話す機会が
明らかに減ったなと。はいはいはい、はい、まあコロナもあるし、まあね、人にこう会わなくても、そうそうそう、会わなくてもっていうのはちょっとあれだけど、まあ会う機会が減った時代ではあるよね。そうなんですよ、うん、まああと会社も辞めたこともあるし、はいはいはい、っていうのもあって、うん、ちょっとね本当に、まあ、友達も少ない方ではないんですけど、うん、まあ会うと漫画の話しかしない、まあ、編集さんと会っても、うん、漫画の話しかしない、漫画基本、うん、ちょっとそれが自分の視野をずっと狭めてるな、この3年間ぐらいと思って、うんうんうん、ここで何でも屋の佐野さんをね、うん、召喚して、はい、ちょっと、まあ、いろいろ話を聞いてもらおうじゃないかと、いろいろ話を聞いてもらおうというつもりで誘いました。あ、はい、そうですよね、彼がね、あのインスタグラムでまず言ってたんよね、言ってましたね、なんだっけ、そのポッドキャストやりたいみたいな、やりたいです言ってました、言ってたね、ポッドキャストとかやりたいなみたいな話してて、で、まあ、彼あの社会人経験がそんなにないので、うん、社交辞令ってのは知らないんですよそうなんですよ、社交辞令ないんです、社交辞令知らないんです、はい、彼は、はい、で僕はコメントで、うん、おいいじゃんみたいな、うん、やりてーみたいなね言いましたね、言ったら、まあね、で僕も釣られたんですけど、釣りましたよ、うん、あれは、まあ待ってたぞとそれを待ってたぞと、お前を待ってたんだよと言われて、そうです、で、まあ、僕もちょっとねこうあんまりそれこそ人と話す機会、うん、まあ、平日なんか特に ね、もう会社と家の往復なので、うんうんうん、まあ面白いかなと思ってありがたいです本当に、うん、ありがとうございます。何回続くか分かんないですけど、うん、来ていただいて、でみんなには、うん、だから僕らぐらいの世代の人たちにはもちろん聞いてほしいし、うん、そうですね、あのちょっと上の人、はい、で僕は27なんですけど、はい、ちょっとおじさんの人でも、あ、今のこのぐらいの年ってまあ、こういうこと思ってんだなみたいな、あ、そうですね、そういう聞き方してもらえるとちょっと、うんうん、いいし、ありがたいですね、はい、僕た例えばね若い子たち、うん、それこそ僕らが聞いてたラジオ、うん、中学生の時聞いてたラジオ、うん、ぐらいの子たちはどうかああいう大人にはならないこういう大人にならないように頑張ろうって、ならないように、うん、反面教師にしつつ、それか、あ、これでも大丈夫なんだ、あ、確かに安心感はありますよね、なんかラジオ聞いててこうなっても生きていけんだみたいなね、あるよね、瞬間ありますもんね、うん、それそういうなんか目線で聞いてほしいですね確かに中高生聞いてくれたらすごい嬉しいですね、うんうん、基本的にはこう、まあ、根元の話を、うん、こう聞きながらまあ僕もね話してることを、僕結構こう話したいタイプなんですけど、はいはいですね、今回のこのポッドキャストに関しては割とこう聞き手役なんじゃないかなと思ってるんで、あ、全然佐野さんも話持ってきてもいいですよ、佐野さんやめようよ佐野も中学の時佐野さんなんて呼んだことなかった確かに確かに、うん、いいのよ、まあ、確かに、まあ、そうだよ、佐野と根本ですから、佐野はね、うん、うん、持ってきてもいいから、まあまあまあ、はい、っていう感じで、これあの動画で出るいつになるか分かんないけど動画で動画でもやってます、そうなった時に、はい、あ、こういう環境で撮ってたっていうのは割とこう、あ、確かにびっくりするかもしれない、え、でもポッドキャストってそんなもんじゃないですか、結構、うん、なんかみんな思い思いの場所でやってるような、誰もだってここみんな2人だと思ってるでしょ、ここ今声本当だよね、違うからね、1人客いるからね、客じゃないよ、うん、聞いてる人いますからね普通に、うん、で僕なんかはそっちが見えるわけですよ、立ち位置的にね、見えますね、だから顔色伺いながら、はい、今の話どうだったんだろうなっていや冗談ですよ、冗談だけど、で一番のリスナーが今いるので、うん、はい、じゃあちょっと本題に戻して、はい、はい、第0回なので、うん、とりあえずタイトルも決まってないのでタイトルのためにお互い何個か単語を持ってきて、単語を持ってきて組み合わせて面白いのがあったらそれにしようみたいなことを言ってたので、うん、はい、単語を持ってきたんですけど、偉いよね、偉いですか、偉いよ、あ、本当、うん、
どういうことですか、その考えてきてないもん、ね、なんとなく文脈で読み取れましたけど、うん、あのその真意はそう、はい、あのね結構突発的なの方がいいんじゃないかなと思って。あ、まあ確かに、うん、逆に考えないで来た。いや、いいと思います、それ全然、うん、出せるのであれば、うん、そう、タイトル案で持ってきたやついくつかあります、はい、お願いします。すみだ、すみだ深夜、はい、清澄オンエアポッドキャスティングコーヒー&アート放送室、おお、まあみたいな単語の羅列は持ってきました。なるほどね、はい、いかがでしょうか。コーヒー&アートはあるじゃないですか、僕らがやってる写真展じゃないですか、うんうん、そのまんま、うん、コーヒー&アートっていうのあれ、そう、なんかそのやつはインスタで見たことあるけど、うん、あ、そうなんだ、あ、そういうので入れてくれたわけではなくて、あ、なんか別に普通になんとなしに、まあ佐野はコーヒーだし、うん、カメラもやってるし、あ、そういうことね、俺は漫画もやってるから、うん、まあ、アート的なことはあるし、うん、コーヒーもあるしみたいな、うん、なんかあります、パッと思いつくこと。今2つ上がってきましたね。お、あの地下、地下地下何階とかの地下、あ、地下ね、はい、と底辺、底辺底辺いいですね、弱小、弱小、まあ、相当、はい、ちょっとまあネガティブなあれだけど、うん、だいぶネガティブ、うん、あとはそうだな、これラジオで黙っちゃダメなんですよ、まあ、大丈夫です、後で、ああ、どうにでもなるんで、なるほど、ね、大丈夫です、あの取り下ろしの時代とは違うわけだ、あ、もう全然違うんで、それは全然、ああ、取り下ろしいいじゃん、取り下ろしで出さないのに取り下ろしっていう、うん、取り下ろしということにして、嘘つきやんかな、うん、今しっくりきたのってそんぐらいかも。地下、底辺、弱小、取り下ろし、あ、なんかめちゃめちゃハードルを下げてきますね、うん、単語が。あとは日立ですね。あ、日立日立ここに来て、あ、まあ確かに2人の共通点である日立、佐野は日立を故郷と言っていいんですか。僕は日立故郷ですよ、両親も日立が、あ、そうなの、ね、出身なので。なんか佐野って突然石川に行ったりしてたイメージが、うん、僕は、ね、家族が転勤族で、そうそう、いろいろね、小学校で入りしてたりしたんですけど、うん、まあでも日立の魂を持っていると。そりゃそうですよ、持ってますね、うん、日立、確かに、おー、こんな感じ、すごいですよ。なんかじゃあ絶対入れたいのどれ。絶対入れたいの、そう、今ので、うん、自分の中ではまあ深夜かコーヒー&アート、うん、なんかここはね押した方がいいような気がしている。コーヒー&アートじゃない形にしても、あ、せっかく僕らじゃないですか、うん、そう、なんか違う極でもいいので、うんうん、まあコーヒーとサブカルチャーなんだよ僕らはみたいなところは、なんかねタイトルとして押した方が分かりやすい。そう、ね、長くなっちゃうんですけど。でも多分コーヒーの話しないよ僕。あ、本当、うん、俺も漫画の話多分しないよそうでしょう。そうなんですよ、うん、あ、そうか、うん、しないか、すごいな、根本の自己啓発だからね、うんうん、コーヒーの話しないラジオは、日本5位の男が、うん、しないよ。なるほど、まあ、でもその気持ちはちょっと分かるんで、うん、分かりました、分かりました、それは取り下げましょう、うん、じゃああんまりコーヒーを強く押すのはやめます、うん、そしたらコーヒーは強く押せないしね、うん、多分そうだね、弱いからお金としては。オッケーオッケー、じゃあこれは別に、うん、じゃあもう俺多分残ってるの深夜ぐらいですよ。深夜、深夜、もう自分が一番気に入ってる、なんでかってやっぱ深夜に聞いてほしいなというのと、あ、まあ、撮ってるのも割と遅い時間なのでっていうところかな、うん、そうだね、深夜、まあ、あと普通に佐野と根本とか入れちゃってもいいかもしれないですけどね、うん、なかったらしくなるけど、根本と佐野だね、根本と佐野、根本と佐野の、僕名前匠っていうじゃないですか、うん、言いますね匠、はい、匠ってこ英語っていうと何なんだろうね、匠的なことを英語で言うと何なんだろう、匠ってなんか結構日本語の幅が多い、切れ味ゲージが1プラス1になるやつそれは違う、それはモンハンなスキルでしょ匠切れ味ゲージがプラス1、青から白になるやつ、とりあえず匠と抜刀とつけとけばいいみたいな、そう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 、匠英語、
クラフツマン。クラフツマンっていう。なるほどね。あ、なるほど。うん、そういうことか。確かにそれは高い。アルチザン。かっこいいね。アーチザン。大工とかのなんかどちらかというとやっぱそっち系だよね。そうだね。それで取られるよね、匠って。そうか。佐野と根本の大工でいいんじゃない？そう、大だし。ああ確かに確かに。佐野と根本の深夜大工。深夜大工。あ、面白い。いいじゃん。面白い。普通に。佐野と根本の深夜大工。深夜大工。大工はあの工具の。そう。あ、いいね。だけど内容は根本の啓発っていう。完全に DIY でもなんでもない。なんでもないですけど。いいんじゃないですか。いいと思います。めちゃめちゃ佐野と根本の深夜大工始まりますっていう、東洋の根本大ですって。親方の根本大ですって。親方です。ああ、いいね。いい、ハマったと思う。ハマった、うん、あの絵が浮かぶんですよ、普通に文字から、うん、なんでそれがいいなと。あと深夜と大工ってのがちょっと面白くて。そうだね、大工作業って深夜にやんないじゃないですかっていう、うん、なんかそれがいいなと。ありがとうございます。決定で。決定で。はい。よかった。まあまあまあ、こんなところでしょうか。うん、佐野と根本の。めちゃめちゃ確認しますね。深夜大。どうですか。どうですか。ど。あ、OK、OK だって。あ、OK です。ディレクター OK 出ました。ありがとうございます。じゃあそんなところで、まあ第0回は、うん、第0回はこのところで締めましょうか。はい。はい、じゃあ。今回もお届けしました。なんていうの、パーソナリティでいいのこれは。まあお相手はパーソナリティはでいいんじゃないですか。パーソナリティは根本と佐野でした。はい、おやすみなさい。